フリーランスで働く芸能人を労災保険の適用対象に加えてほしいと、俳優やダンサーらが厚生労働省に求めました。労災保険は原則企業などに雇われている人が対象です。芸能人はほとんどがフリーランスで、舞台や現場で怪我をしたり病気になったりしても公的な保障を受けられずにいます。俳優の西田敏行さんが理事長を務める日本俳優連合など5つの団体は昨日、フリーランスの芸能人を労災保険の特別加入の適用対象に加えるよう厚労省に要請書を提出しました。農家や家政婦などは特別加入の適用対象になっています。